トラッポラは16世紀初頭のベネツィアを起源とする歴史的なトリックテイキングゲームである。ベネツィアでは早く忘れられたが、おそらく20世紀半ばまで中央ヨーロッパ各地に普及し、様々な形式とトラブルカブルカフンデルトシュピールなどの様々な名称によって知られていた。ベネツィアのパターンに由来するイタリア式のスーを持つ専用のカードを使っていたが、 トラッポラ専用のカードが製造されたという記録は1944年のプラハのものが最後である。タロットを除くとポイントトリックゲームとしては最古のゲームであり、トラッポラ専用のカードがあること、カード構成が独特であることにでトリックを取るとボーナスがつくことなどに特徴がある。トラッポラとは英語のトラップに対応するイタリア語の単語でネズミ取り裏切り、 詐欺などの意味があるが、ペニョーによると派生義として、巧妙さ、すなわち裏切るものという意味があるという。19世紀のシンガーは、トラッポラについて、おそらく、イタリア人の知った最初のゲームであっただろうとしており、同時代の著述者の多くも、同様にトラッポラが、イタリアで競技されたトリックテイキングゲームとしては、最古のものだと考えていた。しかし、 トラッポラが最初に文献に現れるのは1524年であって、これより古いトリックテイキングゲームの存在が現在では知られている。トラッポラとタロットの関係については議論がある。ガルゾーにはボルテラの権威として引用して、トラッポラを一般的なゲームと呼んでおり、タロットを新しい発明としている。しかし、ウィリアム・ヒューズ・ウィルシャーによると、トラッポラのカードは ベネツィアに起源を持ち、タロットカードを改造して、切り札と数冊四種類を抜いたものだという。パーレットは、両者が独立して発達したと推測している。トラッポラは、カルダーノのサイコロ遊びについて二十六世紀ベネツィアで普及していたゲームとして記述されている。十六世紀初頭には、ベネツィアで大変流行していたゲームだったが、どういうわけか十六世紀の終わりには魅力を、 失ってしまったようであり、流行はおそらく軍隊の移動に伴って北方に移動した。17世紀から19世紀にかけて、トラッポラは、ニュルンベルクライプスヒからグラーツブダペストに至る、広大な地域で流行していたことが明らかである。純粋なトラッポラ、おそらくトラッポラの仲間の最後の生き残りは、ストフカフラ、または、ブルチコと呼ばれるゲームで、ルーマニア領のバナト地方にある。 シュミツェ村でわずかな人々によって競技されている。トラッポラの編集であるシュパーディアシェスタドバチェとは20世紀まで、チェコで競技されていた。トリックを取らないようにするコテッチョという名前は、イタリアではマイナスの点数のある様々なポイントトリックゲームに使われているが、おそらく今も行われているトラッポラに最も近い親戚であり、トリエステで、 協議されていることが報告されている。現存するトラッポラのカードで、制作者の名前が書いてあるもののうち最古のものは、クンプルコレクションにある1646年のマイケル・シミット・オブ・ブッフホルツによるものである。これは、プラハで、オーガスティン、Z ・ゼットマイナスによって描かれ、HS のイニシャルが記されている。トラッポラのカードは、イタリアタイプと同様に、剣、杖、カップ。 家幣のスートと王、騎士、不評の絵札を持っているが、デザインはトラッポラ専用にアレンジされている。数冊は A の他に2 7 8 9 0しかなく、カードの総数は36枚である。スートのシンボルはイタリアのトランプよりも洗練された優美なものになっており、トラッポラが上流社会でも遊ばれていたことを示唆している。主な特徴の一つとして、 カップのシンボルが長く、蓋付きであることが挙げられる。カードのデザインは、北東イタリアのトレビジャーネパターンに似ている。チェコ語で、トラッポラのスートの名前が、ディンディコ・コッピースプディバスティニと呼ばれているが、これらはすべて、イタリア語の多用する、スート中からの尺用である。トラッポラのカードの構成は、かなり風変わりであり、角、スートは a r c f 1 9 8 7にからなる。 カードの点数は A イコール6、R イコール5、C イコール4、F イコール3で、それ以外は0点である。トラッポラは2人用のゲームであり、各競技者に9枚の手札が4枚5枚ずつまとめて、配られる。ディーラーでない側は、自分の手札に不満であれば、主札をテーブルに表向きに捨てて、代わりの手札を山札の一番上から取ることができる。 それにもやはり不満であれば、もう一度手札を山札の最後の9枚と取り替えることができるが、そこで得られた手札は、プレイに使わなければならない。ディーラーは、山札がもし残っているならば、残っている山札の枚数に応じて1回、または2回手札を交換することができる。表向きに捨てた手札は、プレイが終わるまでそのままにしておく。A、F だ。 2のいずれかを3枚組または4枚組で持っている競技者は、そのいずれかをトリックに使用する前に、いつでもそのことを宣言できる。ただし、3枚組を宣言する場合は、残りの1枚をトリックで取っていてはならない。宣言するときは、通常は枚数を3枚または4枚というだけで良い。ただし、A の場合は、3枚の A のように宣言する必要がある。 宣言による得点は、プレイが終わってから加算される。第一トリックはディーラーでない側がリードする。トリックの勝者が次回のトリックをリードする。相手はリードと同じスートのカードが出せるなら出さなければ、ならないが、なければ何を出してもよい。トリックは、リードと同じスートで、強い方のカードを出した者が勝つ。このゲームには、切り札は存在しない。 トリックを二で勝った者は即座に0点を得る。最後のトリックの勝者は6点を得る。ただし、最後の連続する1に3トリックを二で勝った場合は、それぞれ26.5278点を得る。プレイの終了後、各競技者はトリックで獲得したカードの点数を加え、それから宣言してあった3枚組、4枚組の点数を最後に加える。宣言による点数は、 以下の通りである。ありがとうございます。